いや、まだ見つかっていない。必ずいるはずだ。探すぞ。己、下民の分際で我が屋敷を襲撃するとは身の程知らずだ。お父様、私も戦います。お願いします、お父様。ダメだ。お父様、何を？あっちだ。 族め、私をフレーゼとしてのことだ。何？バカな下民にこんな魔力が。貴様ミネス、まさか他の連中も。 平民上がりが出しゃばりすぎたな。貴様のような奴が力を得るとろくなことにはならない。何？この国に忠誠を誓った私を侮辱するか。おわ、おわ、このことを。<笑><笑>全ての人々が魔法を使える、この世界。これは魔法が全てのこの世界で生まれつき全く魔法を使えないアスタという少年の物語。魔法が全く使えないにもかかわらず、クローバー王国魔法騎士団黒の防御に入団したアスタは 戦場では弱い存在する価値。お前、そんなお前壊すな。そうだよ。じゃあ俺を壊してみろ。その次。 見たか言うな。やだ、戦える。いける。諦めないのが俺の魔法だ。今だ。そこだ。 まだだ。まだ戦える。俺は負けない。お前は邪魔だ。消えろ石ころ。石ころは石ころでも俺はダイヤモンドを砕く石ころだ。
仲間と力を合わせマルスとの戦いに勝利したアスタ。その後も幾度となく訪れる危機を仲間に支えられながら乗り越えていく。そしてヤミさん。ああ、まだ着かないんですか。うるせえ、てめえが空間魔法を使えれば歩かないで済むんだよ。無理ですよ、ここ初めてですもん。だったら黙ってろ。せめて飛んでいけばいいのに。すんません、俺飛べないっす。私もよ、何度も言わせないで。少しは申し訳なさそうにしてよ。てめえが俺たち全員乗せて飛ぶか。うん、ヤミさんは自分で飛べるでしょ。ニャギ、この俺に飛ぶってのか、飛ばされてのか、てめえ。いや俺別に変なこと言ってないでしょ。それにしてもこんな場所にもダンジョンがあるのね。ここがどこか知ってるのか。フレーゼ丘陵でしょ。フレーゼ丘陵。丘陵って。丘陵っていうのは昔は領地にしてた土地ってことよ。この辺りは昔フレーゼ教という貴族が治めてたんだよ。フレーゼ教。先見のフレーゼと呼ばれた貴族さ。未来を見通す力を持っていたらしい。戦いにおいては敵の動きを先読みし、商売においては相場の動きを先読みし、弱小貴族だったフレーゼ家を一代でものすごく大きくしたのさ。へえ、すごい人だったんすね。でも確か30年くらい前に盗賊団に襲われて一族みんな亡くなったとか。無情だよね。でもおかしくないっすか。何が。未来がわかるのに盗賊に襲われることがわからなかったのかなって。ああ、当時もそういった話はあったみたいだ。でも結局一族みんないなくなって、真実は闇の中さ。未来を正確に見通すなんてせいぜいよく当たる占い程度だったんじゃないかしら。おしゃべりはそんくらいにしろ。着いたぞ。ダンジョンっていう割にあまりマナを感じないわね。ダンジョンの中でもかなり古いもんだ。時間が経って枯れちまってるんだ。だが生きてるトラップ魔法なんかもある。ボケっとしてたらやられるぞ。ヤミ団長はここ来たことあるんすか。昔ちょっとな。なんだこいつ、色が動いてるぞ。ストーンゴーレムよ、侵入者を排除してるんだわ。よっしゃー、逃がさねえよ。やったぜ。どうだ、魔力なしの一撃は。やったぜ。よくやった。俺は負けない。その調子よアスター。サポートは私に任せてどんどんやっちゃいなさい。じゃ、ちょっくら見てくるわ。うわ、また出た。げっ、ヤミさん。そいつらの相手、よろしくな。俺は邪魔にならないように隠れてるから頼んだぞ。頼りにならないわね。了解っす。行って。俺は負けない。行け。
わしの一撃ギャよっしゃ片付いたぞ。やあお疲れ二人とも。後輩置いて隠れるってどういうつもりなの？俺は戦いは専門外なの。闇団長、こっち片付きましたよ。ん？聞こえてないのかな。団長入りますよ。闇団長、大丈夫っすか？返事くらいしなさいよ。ちょっと、あれ闇団長じゃない？あ、起きた。てめえら何者だ？落ち着け。俺たちは魔法騎士団だ。俺はアスタ、お前は？なんだよ、この辺りでまだ俺を知らねえ奴がいんのか。俺は闇、闇スケヒロだ。どういうこと？団長と同じ名前よ。俺に聞かれても。まさか何か変なトラップ魔法に引っかかって。じゃああれ闇団長なのか？俺たちのことわからないみたいだぞ。記憶も一緒に若返ったのかも。なあおい、そこのチビ。なんでしょう？ここにもう一人カルナって女がいたよな。え、いや見てないっすけど。ああ、てめえふかしてんじゃねえぞ。身長半分にされてえか？本当です、ヤミさんしかいなかったっす。怖え、若いのにむしろ怖え。そっか、じゃあいいわ。ちょ、どこ行くんすか？その女を探す。いやいや、先に医者でしょ。アスタ、団長を止めるわよ。おう。団長、俺たちと帰りましょう。やんのか、やんのか。ちょ、俺はやんないよ。援護するわ、アスター。いいぜ、力ずくも嫌いじゃねえしな。まだ戦える。今よ。面白い。まだ戦える。当たってきやがれ。行け、行け。行けまだ行きまよ。任せろ。どうだ、燃える。まあまあの。ぶったけ。
ちいちめんどくせえな。まだ戦える。まだ戦える。こいつでまだ。いちいちめんどくせえな。今の俺の全力だ。逃がす。やった。これほどけ、ぶっ殺すぞ。つえー、二人がかりでやっとかよ。やっぱり団長なのかしら。この若さでこれだけ強いんだし。ねえ、本当に連れて帰るの？このガキがヤミさんだってのか、こら！あの状況からして、そうとしか。こんなクソガキがあのヤミさんだと！取り押さえて連れてくるだけで俺たち死にそうになったんすよ。え？そんなに強いの？ねえ、僕ともやらない？ねえ坊や、嘘つかない方がいいわよ。酒くせえな、離れろ。おい、トサカ野郎、さっきから聞いてりゃてめえ喧嘩売ってんのか。お前こそヤミさんと語りやがって、ただで済むと思ってんのか。ねえ、やろうよ。ちょっと、皆さん落ち着きましょうよ。おい、チビ、これほどけ。なんだかわかんねえが、売られた喧嘩だ、買ってやる。ジョータ、てめえが勝ったらヤミさんだと認めてやる。表に出ろよ。よし、やるぞ。面白くなりそう。ああ、行っちゃった。ゴーシュは行かないの？マリーの写真を見るので忙しい。チャーミーは？おかわりだ。ふしゅー。いいか、ルールは錦模擬戦闘だ。フィールドに置かれた自分らのクリスタルキャリアを先に目的地まで持っていく。または最終的に相手より目的地に近づけた方が勝ちだ。分かったか。何でもいいぜ、トサカヤンキー。負けないぞ。しょうがないわね、味方してあげるわよ。じゃあ私はマグナの方に入るわね。なんでこんなことに。負けない。逃がさねば遅い。やったぜ。
魔導爆弾を食らえ。逃がさねえぜ。逃がさない。ぶんたぎる。逃がさない。糸で動きをサポートする。そこでこっちへ押し置きよ。俺の勝ちだ。思い知ったか、トサカ野郎。くぅ、仕方ねえ。てめえがヤミさんだってことは信じてやるぜ。それなんだがよ、お前ら俺のことを知ってるのか。どこかで会ったことあったか。あと、さん付けとか団長ってのは一体何なんだ。ああ、それは。トラップ魔法で若返りだと。確かにあん時は意識飛んじまってたから俺には何が起きたのか分かんねえけど、お前らの言うことが本当なのかもしれねえが、若返り28歳。俺は本当にそんなジジイなのか。じゃあお前らに会う直前、カルナといたこの記憶は、まあいいか。それが嘘でも本当でも、俺が俺であることに変わりはねえ。さすがヤミさんだ。こんなことでもうろたえねえでっけえ人だ。あとマラ、団長とかさん付けとか気持ち悪いから普通に呼べ。え、いいんすか。あ、いや、いいのか。俺は14だぞ。
ほとんど年変わらねえだろ。俺より年下？マジかよ。呼び捨てなんてとんでもねえ。俺は今まで通り呼ばせてもらいます。またやろうよ、ヤミ。若い団長も可愛くていいわね。アスタの方が…って、何考えてるのよ、私。俺のことはフィンラルさんでいいよ。てめえはダメだ。なんで？この本にも参考になるようなことは書かれてないわね。若返りや不老不死についての文献はたくさんあるけど、どれも伝説の域を出ないものばかりね。なあ、これなんて読むんだ？玉手ボックスよ。何読んでるの？土産に持たされた玉手ボックスを開けると白い煙が吹き出し、煙が晴れると彼はなんと白髪の老人に。あんたこれ子供用の昔話じゃないの？もういいって。そのうち元に戻るだろう。いいから俺たちに任せとけって。なんでそんなに頑張るんだ？俺のことだろ。だからだろ。誰か来たぞ。早く闇を奥に。って何してんの闇！誰だ？押し売りならぶっ飛ばすぞ。久しぶりだな、アスタ、ノエル。ごきげんよう、アスタさん。久しぶり。おお、久しぶり。闇を見られた。何か用かしら。なんでこんな時に。おい、アスタ、なんだこいつら。金色の夜明けっていう俺たち黒の防御とは別の騎士団員だ。このメガネの先輩がクラウス。よろしくな、メガウス。適当に省略するな、クラウスだ。こっちの女の子がミモザ、ノエルの親戚だ。ごきげんよう。で、このいつもボサッとしてんのがユノ。俺の幼馴染でライバルだ。アスタだっていつもダサッとしてる。ダサッとしてるってなんだよ。ライバルね。見た目じゃ勝負になってねえぞ、アスタ。うるさいよ。アスタ、その男、見かけない顔だが何者だ？え？誰？その、うちの団長です。なんだと？先日、とある事情により、このような姿になってしまいました。まあ、団長が若返るなんて、いつにも増して意味不明で楽しそうですね。楽しくなんかないわよ。今日は新しい任務を賜ってな。また黒の防御と合同ということになった。アスタ、ノエル、お前たちを連れて行こうと立ち寄ったのだが、まさか団長がこんなありさまでまともに魔法騎士団の活動ができるものか。任務には我々だけで行く。このことは上に報告するからな。ちょっ、待ちやがれ。なんだ、黙って聞いてりゃ。メガネ、これメガネ。俺の体はどこもおかしくねえんだよ。てめえよりよっぽどまともに働けるぜ。面白い。ならば実戦形式といこう。一式模擬戦闘訓練だ。クラウス先輩、止めるな、ユノ。こいつら黒の防御、我ら金色の夜明けとの格の違いを教えてやる。メガネの言う通りだぜ、スカシ君。格の違いを教えてやる。クラウス先輩、本気を出します。あ、ユノさんに飛び火しましたわ。一式模擬戦闘は拠点制圧だ。
今回は宝物庫の扉を拠点と設定する。相手を拠点から排除し、一定時間拠点を維持した団が勝利となる。面白い勝負だ。おお、ユナやる気すぎだろ。お手柔らかにお願いしますね。なんでこんなことに。めちめ任せろ。どうだヤミ、次は俺の番だな。逃がさねえぜ。来たな。これは負けない。守るわ。これでいける。展開。そこだ。諦めないのが俺の魔法だ。まだだ。めちめ。お前の負けだ。どうだ。魔力なしの一撃は。そこだ。こいつで。いけ。シルクの息吹。いかん敵陣を分断する。行け。見たかメガネ、俺の勝ちだ。よし、みんな宝物庫に入るぞ。何無視してんだてめえ。こりゃすげえ宝の山じゃねえか。勝手に持っていくなよ。これらは全て王国の財産だからな。おいメガネ、お前もうちょっと肩の力抜けよ。ハゲるぞ。やかましい。皆さん、これは封印されているな。中身の巻物にはどんな魔法が。これどうしたらいいんだ。どこかに封印を解除する仕掛けがあるかもしれん。手分けして探そう。いちいちめんどくせえな。ぶった切っちまえばいいだろ。何してんだ。危ねえとこだったな。貴様、なんてことをしてくれたのだ。任務の最後にとんでもないことを。うん、次は気をつけるわ。次などあるか。帰ったら上に報告するからな。帰るぞユノ、今だ。
あ、待ってください。ではアスタさん、またいずれ。それとヤミさん、あまりクラウスさんをいじめないでください。ハゲてしまいます。じゃあな、アスタ。おう。おい、スカシー、ユノって言ったか。なかなか楽しかったぜ。次は手加減しない。お前本気出すって言ってたろ。こちらクローバー王国魔法騎士団本部、王都に賊が侵入した。太陽カルマ付近の魔法騎士団員は速やかに対応せよ。繰り返す、こちらクローバー王国魔法騎士団本部、王都に賊が侵入した。太陽カルマ付近の魔法騎士団員は速やかに対応せよ。なんだこれ。仲間同士で戦ってるのか。カルナ、お前はあの時礼を言うぞ。お前のおかげで復讐の機会を得ることができた。復讐？お前何言ってんだよ。あの日私を殺した貴族たちへの復讐だ。私の邪魔をするな。魔導士の皆さん、俺たちは仲間ですよ。操られてるのよ、聞こえてないわ。こいつのには悪いな。絶対助ける。任せろ。どうだ闇、次は俺の番だな。どうだ、ノエル。まあまあね。どうだ、魔力なしの一撃は。まだ戦える。行け。めちゃめ、任せろ。どうだ、ヤミ。次は俺の番だな。俺は負けない。めちめ。さら。逃げたるがいい。逃がさねえぜ。こんなのはどう。まだ。さら。どうだ。魔力なしの一撃は任せろ。どうだ、闇。次は俺の番だな。そこだ。まだだ。まだお前の負けだ。間もなくだ。間もなく現れる百年に一度の赤い月が王都を滅ぼし、我が恨みを晴らす。ちくしょう、逃げられた。カルナ。ヤミ、あなたあいつのこと見てすぐにカルナって呼んだわよね。ああ、あれはカルナだ。でも、なんか中身はまるで別人だった。俺たちと最初に会った時に言ってたやつか。そうだ、お前たちに会う直前に俺はあいつを追ってあの男女に行ったんだ。どう考えてもおかしい。闇がカルナと一緒にいたのは、団長が28歳なんだから14年も前のことよ。ねえ闇、カルナはその時何歳だったの。確か18だ。闇が知ってるカルナとさっきのカルナ、見た目に年を取ってるように見えた。いや、
全く変わってないように見えたな。ヤミと同じように若返ったとか、そんな偶然あるのかしら。やあ君たち、族撃退よくやってくれたね。魔法帝、お疲れ様っす。このさん誰？君はヤミ、ヤミかい？魔法帝、実はダンジョンの奥で若返り。いやでも昔を思い出すよ、その姿懐かしいね。おっさんも俺のこと知ってるのか？そうだね、もうすぐ会うことになるんじゃないかな。と、そうだ、君たちに声をかけた本当の用事を忘れていた。今回王都に族が侵入したことで、しばらく騎士団で守りを固めることにした。だが当然族を捕らえることも考えなくちゃならない。そこで君たちに族の追跡を任せたいんだ。ヤミ、君はそのカルナという人物と縁があるようだしね、引き受けてくれるかな？もちろんすよ。よかった、何か分かったら報告してくれたまえ。はいっす。はい。カルナ・フレーゼ、30年前に途絶えたフレーゼ家の一人娘で、当時の年齢は18歳。記録によればすでに孤児となっている。じゃあこの間オートで暴れたあいつとは別人ってことっすか？まあ普通に考えればそうだよね。なはずはねえ、あれはどう見てもカルナだった。そもそも30年前に死んでんなら俺があいつと会うわけねえだろ。14年前に会ってるってことだものね。それなんだけどね、カルナ・フレーゼの死亡届は14年前に出されてる。30年前に途絶えた家の人間がなんで14年前に死んだことになってるのよ。間の16年はどうなってるの？それはわからないな。何がなんだかさっぱりわかんねえ。お墓の場所もわかってるけど行ってみるかい？ああ、教えてくれ。左がフレーゼ夫人、真ん中がフレーゼ卿。多分この簡単な墓標がカルナのものね。夫人は40年前に亡くなってるわ。でも偶然だね、こないだ行ったダンジョンから目と鼻の先なんだから。おかげで今日はほとんど歩かずに済んだよ。なあヤミ、お前とカルナって人はどういう関係なんだ？あいつと会ったのはそんなに昔じゃない。つっても俺にとってってことだが、俺はもともとこの国の人間じゃなくてな、ある時クローバー王国に流れてきた。居場所もねえし、あちこちフラフラしながら強え奴に喧嘩ふっかけたりして腕を磨いてたのさ。そしたら俺に負けた野郎どもがなんか勝手についてきちまってな、俺は俺でもう最近全然負けることもなくて、フラフラすんのもちっと飽きたから、そのついてきた連中としばらく一緒にいたんだよ。その日も食うもの取って帰る途中でな、割といい服着た女が行き倒れてたんだ。気ぃついたか？ここは俺らの家。このホラー穴が？家の定義について話し合うつもりはねえよ。お前なんであんな場所にいた？行くところがなくて。家はなかった。そうか。おてめえら新入りだ。え？またかよ兄貴。しょうがねえな。
え？そうしてカルノは俺たちと一緒にいることになった。最初は大変だったぜ。やれこんなものは食えないだの、地面で寝られないだの。まあでもしばらくしたら俺らと同じものを普通に食うようになったな。カエルとかと話がちょっとずれたな。そっからしばらくしたある日の夜、俺たちはとある貴族の屋敷に忍び込んだ。ここだな、その腐れ貴族の屋敷ってのは。ああ、悪どい商売でかなり溜め込んでるって話だぜ。ねえ、本当にやるの？悪どく稼いだ金を少し返してもらうだけさ。これは俺たち貧乏人の当然の権利。別にてめえらが払った金じゃねえだろ。ここ外れか。そっちはどうだ、カルナ。どうして？カルナ、どうしてこんなところにこの首飾りが？おい、どこ行くんだカルナ。あいつは急に様子がおかしくなった。そして向かった先には屋敷の主がいた。久しいな、ミネス。誰だ？この姿ではわからぬ。この魔道具はどうだ？貴様が奪ったものだ。まさか、バカな、フレーゼなのか？お前は、あの時死んだ！死んださ。そして私を殺した貴様たちに、復讐に戻った。何してんだ、やめろ！誰だあれ！賊だ！忘れるなよ。我が恨みを。カルナ！カルナを追って俺はお前らと出会ったダンジョンにたどり着いた。カルナに追いついて、それからダメだ。お前たちに会う直前に何があったか思い出せねえ。すまない、緊急事態だ。王国が管理している各地のダンジョンや豪魔地帯に白夜の魔眼が襲撃してきた。すでに他の騎士団員も対応している。君たちもカルナの件は一旦中断して対応してほしい。以上。よし、俺たちも行こう。ええ。俺はこのままカルナを探す。ちょっと、その白夜ってのは俺には関係ない。カルナの居場所に心当たりあんのか？ないが、手当たり次第探す。わかった、この通信魔道具を持ってけ。何かあったら呼べ、すぐに助けに行くから。なんでだ、俺は俺の都合を優先してんだぞ。仲間がそうしたいって言うなら俺はそれを応援する。俺も仲間のみんなにいっつも応援してもらってるからな。おう、アスターのエコー、早かったな。悪いわね、わざわざ来てもらって。普通に礼くらい言えねえのかよ、まったく。まあ、お前ら新人コンビだけじゃ頼りねえしな。俺を呼んだのはいい判断だぜ。さあ、覚悟はいいか、てめえら。行くぜ。はいっす。お前らが来る前に少し様子を見てみたら、これは大きな話だ。この王国の魔道士たちがどうやら操られてやがるぜ。なら魔道士の人たちを正気に戻しましょう。あ、まだ戦える、俺は負けない。お願い、だらー、よっしゃー、よっ、負けない。
くなしの一撃は。してやりたい。でも私にはすることがある。なんだあいつ、何したんだ。ねえ、なんか地面揺れてない？この辺りのマナが不安定になってる。マグナ先輩、ここには王国の魔導士はいないんすか？いや、ここにも結構な数が配備されてたはずだ。全然見当たらないわよ。チッ、嫌な予感がするぜ。おお、また自ら死を選ぶ愚か者か。誰だ？先ほどの連中は歯ごたえがなさすぎ、今度は我を楽しませてくれよ。見つかんねえ。当てもなく探したが、やっぱ当てはねえし、アスタと合流すっかな。仲間がそうしたいって言うなら、俺はそれを応援する。俺も仲間のみんなにいっつも応援してもらってるからな。飯食って寝てりゃ治んだよ。
そんなわけないでしょ。なんでいつも一人だけで戦うの。弱っちいてめえらを守るのは強い俺の役目だからな。何それ。何かありゃてめえら全員この俺が守ってやる。それが仲間ってやつなんだろ。そんなの仲間じゃない。いいだ。仲間。おう、どうした、見つかったのか。全然だ。やっぱそっちに合流。こっちはやべえ、来んな。どうした、もう終わりか。ならば最後の絶望をくれてやる。くそ、誰が。おい、聞いてんのか。おい、ヤミ、聞こえてないのか。おい、絶望を抱いて死んで行け。よ、待った。おやつだ。なんだこの化け物は。魔法帝が言ってた白夜のマダンってやつだ。今の相手でやれんのかよ。やらなきゃやられるだけだ。かかってくるな。いける。くるまぜん。くるまぜん。まだ戦える。くるまぜん。任せてください。それでこそ絶望させてもらう。やるじゃねえか、あった。ザラー、逃がさねえぜ。だんだんまいけ。けちまえ。くるまぜん。ザラー。くるまぜん。くるまだ最初から勝ち目などないんだよ。任せてください。どうすか、任せてください。めちめちやるじゃねえか。諦めないのが俺の魔法だ。どこだ。まだだ。どいつもこいつも大遊びレベル。まだ戦える。どうだ、俺たちの勝ちだ。面白い。本気を出すとしよう。なんてデタラメな魔力。そこまでだベッド。気持ちはわかるが、今の私たちの目的は彼らの殲滅ではないよ。そうだったな。では行こうベッド。待て、拾った命を無駄にしないことだ。クソったれ、バカにしやがって。アスタさん。ミモザじゃねえか、どうした。お前いつか、あのクソメガネは一緒じゃねえのか。そのメガネ、クラウスさんとユノさんが大変なんです。お願いです、助けてください。ユノとクラウスはここにいるのか。はい。またお前たちか。カルナ。クラウスさん、ユノさん。二人とも目を覚ませ。俺はアスタに負けたくない。
ユノ、お前それでも俺のライバルか。クラウスさん、私は王国を守るんだ。アルン、お前何をしてるんだ。私はカルナではない。じゃあ誰なんだ。かつて貴族たちに暴殺する。フレーゼといえばわかる。フレーゼ教、カルナの父親の人格だというの。逃がさねえ。まだまだ戦える。いける。決めちまえ。任せろ。どうだヤミ、次は俺の番だな。行くぜ。まだ戦えるぞ。まだ戦える。決めちまえ。俺は負けない。遅い。ひらめで止まるか。危ねえ危ねえ。行け。遅い。まだ戦える。いける。まだ戦え。諦めないのが俺の魔法だ。こいつ、そこだ。まだだ。お前の負けだ。時間稼ぎご苦労。準備は整った。間もなく来る月食の夜を楽しみにするがよい。待て、カルナ。アスタ、私としたことが。バカ野郎、簡単に操られやがって。また借りを作っちまったな。ユノ、奴らの会話覚えているだろう。そうだ、アスタ、早く王都に戻るんだ。どういうこと。あの女、白夜の魔眼と通じている。協力して王都を襲撃するつもりだ。つまり彼女は30年前に死んだ父親のフレーゼ卿に操られていると。フレーゼ家か。あの魔法帝、そのフレーゼ卿は貴族たちに殺されたって。フレーゼ家が途絶えたのは盗賊に襲われたからではないのですか。記録ではそうなっているね。フレーゼ家はもともとそれほど大きくない家柄だった。それを30年前の当主が一代にして大きくしたんだよ。それは知っています。フレーゼ卿は先見の力を使って戦に商売に大成功を収めたとか。うん、だけどその力はフレーゼ卿のものではなかったとしたら。え？フレーゼ家の繁栄は彼が手に入れた魔道具の力によるものだ。そんなの他の貴族たちが許すはずありません。なんで。貴族の社会において名誉というものはとても重く考えられる。そしてどちらの家が上かどうか、これもまた名誉につながる非常に重要な事柄だ。魔道具の力で自分の家は追い落とされた。そんなことを知って我慢できる貴族はいない。じゃあやっぱり。うん。え、どういうことだ。カルナの親父を殺したのは親父の成功を妬んだ貴族たちだったってことだろう。それも盗賊の手にかかるという極めて不名誉な結果に見えるようにね。なんだよそれ。だが今の話は推測でしかない。記録がほとんど残っていないんだ。本当にこれが貴族の
しかも多数の手による企てならば真相は隠蔽され闇の中だろう。ナオさん、じゃあカルノの親父は貴族たちに復讐しようとしてるのだろうね。間もなく始まる皆既月食の夜に。あの魔法帝フレーゼ卿は白夜の魔眼と通じていました。日暮れとともに王都を襲撃すると。うん、分かってる。すでに各騎士団には対応するよう指示を出したよ。さすがっす。じゃあ俺たちも。ああ、待った待った。君たちは王騎会にとどまってくれ。え？外からの襲撃は本命じゃないんだよ。いよいよだ。我らの宿願、今ここに。蹴散らせ。他の団に遅れを取るな。頑張れ。こっちが押してるわ。変だ。ああ、押してるんじゃねえ、引っ張られてんだ。町の外側にな。ってことは、さあ舞台は整った。あとはカルナ。また貴様か。奴らの誘いには乗らなかったようだな。いいだろう、最後に別れくらい言わせてやる。ヤミ、ヤミ、カルナ、お願い、私を殺して。このままじゃ、お願い。愚かだな。時は来た。なんだこれは。この町隊のマナを集めているのか。なんて魔力だ。さあ滅びるがいい。私を裏切った愚か者たちよ。させねえよ。なんだ。術式が損壊された。私の首飾りがもう一つだぞ。ご無沙汰。こいつのマナー。あなたは。ああ、細け説明後回しだ。見ろ。マナが落ち着いていく。ここまでか。残念ながら失敗だな。だが忘れるな、我々はクローバー王国を許さない。貴様らを滅ぼす、その時まで。バカだ。まだだ。まだ。私の復讐は。月は消えていない。あなたれ、カルナは何て言ってた。俺に殺してくれって。
できるか。できるわけないだろ。やらなきゃカルナの親父がみんなを殺す。カルナの体を使ってな。カルナはてめえの仲間だろう。そんなひでえことさせていいのか。させるわけにはいかねえな。言われなくてもみんなそのつもりだ。そんなこと絶対にさせねえ。カルナ、お前の願い聞いてやる。今だ。任せろ。今だ。任せろ。まだ戦える。今だ。任せろ。邪魔だ。限界か、小僧ども。まだだ。諦めないのが俺の魔法だ。今ここで限界を超えるんだ。おお、貴族たちよ、貴様らの愚かさを思い知るがいい。貴様らの嫉妬だ、貴様らの臆病だ。私のような化け物は見えない。俺は貴様たちの招いたことなんだ。うるせえバカ野郎。そんなお前から王国を守るのが俺たち魔法騎士団だ。死にかかるのを巻き込みやがって。絶対に許さねえぞクソヤジ。まだ戦える。
ける。小僧ども、お前なら使えるだろう。同じ俺なんだからな。同じ俺、そうか。風創生魔法空人の村雨、水創生魔法海流の水まり。闇まとい無明斬り。そんなわけで、てめえらよくやってくれました。今回の働きが魔法帝の旦那に評価され、旦那直々に差し入れをいただきました。ってことで、肉食えおら。もういただきます。またお肉なの？芸がないわね。魔法帝のおごりったいい気分じゃねえか。いいお酒がたくさんあるじゃないの。いいなあ、アスタたちはあんなでっかいやつと戦えて。ねえ、フィーナルもゴーシュもそう思わない？いいや、俺は住民の避難の手伝いで満足だ。俺はマリーが無事ならそれでいい。うおー、肉が足りねえぞ。ふしゅう、おい、ヤミ、お前も食ってるか？つ、あれ、いねえ。おう。ああ。よかったじゃねえか。本物の団長が帰ってきて。こりゃ一体どういうことっすか？何が？この闇は団長が若返った姿じゃないんすか？ああ、こいつは若い時の俺の姿だな。じゃあどうして闇さんここにいるんすか？は？何言ってんのお前。
俺がここにいたら悪いんですか、ゴラ。そうじゃなくて、私たちは団長が魔法で若返ったと思ってたんだけど、違うの？俺がそんな魔法食らう間抜けに見えるのか？こいつは14年前から来たんだよ。まさか、タイムトラベル？そんなことが可能なの？タイムトラベルってなんだ？ヤミもカルナも14年前の世界から飛んできたってことよ。え、じゃあこっちのヤミは団長が魔法で若返ったんじゃないのか？そういうことね。へえ、そうだったのか。で、じゃあ団長はあのダンジョンで俺たちと別れた後、どこで何してたんすか？まあその話は長くなるからまた後でな。こんなところにいたの？団長が呼んでるわよ。やあ魔法帝、それに側近のマルクスだ。しばらくだね、アスタ君。お揃いでどうしたんすか？そっちの俺を過去に返す。帰れんのか？帰れなかったら俺はここにいねえよ。これはカルナの親父が持ってた魔道具、時渡りの首飾りだ。これを使えばお前は14年前に帰れる。悪いけど記憶は封印させてもらうよ。闇の君のこれからの14年に影響してしまうからね。でもいつか本当に必要になった時、きっと君は思い出すだろう。そっか、仕方ねえな。お別れだ、アスタ。他の連中も世話になったな。また会えるっていいか。俺たちのことは忘れても。おう、これからどんだけ限界超えられるか勝負だ。では始めるよ。僕の時を操る魔法とマルクス君の記憶を操る魔法を組み合わせて君の記憶を封じる。助けられなかったのか。もっと強くなんねえとな。
俺の名はヤミ。ヤミ・スケヒロだ。魔法騎士団、黒の防御の団長をしている。団員はアホばっかりだが、まあそこそこ楽しくやっている。今年は新人を二人入れたが、なんとその片方は全く魔法が使えない。そのくせ、魔法帝になるとか抜かしやがって。俺はなんだかそいつを気に入っちまった。この小僧を見てると昔を思い出す。あちこちでやんちゃしてたあの頃、いつか俺の隣によく似たやつがいたような気がする。顔も名前も思い出せないが、あいつは今どこで何をしてんだろうな。しっかり遅くなっちまったな。ユリウスの旦那は話が長えんだよ。今夜はいい月じゃねえか。そういや、もうすぐ月食があるんだったな。100年に一度の皆既月食か。懐かしいな。おかしなこと言ってるな。なんで100年に一度が懐かしいんだ。お別れだ、アスタ。また会えるって。思い出した。小僧、また会ったな。ヤミさん。ああ、まだつかないんですか。うるせえな。てめえが空間魔法を使えれば歩かないで済むんだよ。無理ですよ、ここ初めてですもん。だったら黙ってろ。せめて飛んでいけばいいのに。すんません、俺飛べないっす。私もよ、何度も言わせないで。少しは申し訳なさそうにしてよ。てめえが俺たち全員乗せて飛ぶか。ああ、ヤミさんは自分で飛べるでしょ。にゃい、この俺に飛べってのか、飛ばされてのか、てめえ。いや、俺別に変なこと言ってないでしょ。それにしてもこんな場所にもダンジョンがあるのね。ここがどこか知ってるのか。フレーゼ丘陵でしょ。この記憶が本物なら、もうすぐカルナと14年前の俺があのダンジョンに現れる。俺はあそこに行ってどうするんだ。こんなことなら14年前にこの後どうしたか直接俺から聞いておけばよかった。バッカ野郎、使えねえな、14年前の俺。ダンジョンっていう割にあまりマナを感じないわね。ダンジョンの中でもかなり古いもんだ。時間が経って枯れちまってるんだ。だが生きてるトラップ魔法なんかもある。ボケっとしてたらやられるぞ。闇団長はここ来たことあるんすか。昔
ちょっとな。なんだこいつ、岩が動いてるぞ。ストーンゴーレムよ、侵入者を排除してるんだわ。行け。もう休んでいいぜ。これが私の実力。ちょいや、もう休んでいいぜ。もう休んでいいぜ。ヤミ団長すげーって。もう休んでいいぜ。悪いな。これが団長の力。死なさねえよ。まあこんなもんか。さすが団長。悪いな。レベルが違う。これが団長の力。もう休んでいいぜ。引かねえよ。引かねえよ。ちょいや。もう休んでいいぜ。悪いな。戦え。じゃちょっくら見てくるわ。うわ、また出た。ヤミさん。ああ、そいつらの相手よろしくな。余計なものがくっついてきたか。やめてください、お父様。そこまで私を拒むのか。まあいい、もはや私とお前は一蓮托生。14年ぶりか。危ねえな。何者だ、なぜ私の後をつける。自意識過剰過去の野郎、ただの散歩だよ。そうか、次の人生では散歩のコースを変えることだ。多少痛いのは勘弁しろよ。言うではない、よほど腕に自信がある。ああ、手加減はしてやるよ。後悔するなよ。逃がさねえ。聞かねえよ。聞かねえよ。久しぶりだぜ、全力を出そう。はい、俺の勝ち。神よ、今身元に参ります。おい、何してんだ。
どこのどなたかは存じませんが、止めないでください。そうですかってば。どこのどなたかは存じませんが、そんな風に死なれたら目覚めが悪いだろうが。私はこの時代の人間ではありません。昔ここで耐えたフレーゼ家のものです。この魔道具、時渡りの首飾りで過去からこの時代にやってきました。この魔道具には死んだ父の残留思念が宿っていて、いつか完全に私は意識を奪われるでしょう。父は何か恐ろしいことを考えているようなのです。私はそれを止めるため、まだ意識のあるうちに死のうとしていました。お前はそれでいいのか。え、死にたいの？そんなはずありません。だったら死ななくてもいいように努力しろ。でも私は父の意識に逆らえない。この首飾りを捨てることもできない。じゃあ俺が止めてやる。私を殺してくれますか？お前が親父に操られてとんでもないことをしそうになったらな。ってわけなんだが。またとんでもない話だね。14年前から来た君と30年前から来たカルナという女性か。確かにもうすぐ皆既月食が起きる。その日を睨んだ計画か。その彼女に罪はないのだろうが、ことがことだ。今のうちに始末できないのかい？親父のフレーゼ教に使われてるだけなのにか。うん、フレーゼ教か。かつて隆盛を誇ったフレーゼ家が滅びたのは、記録にあるような族の仕業ではなく、多くの貴族たちによる企みであった可能性がある。もしかしたら王家も。いや、これは忘れてくれ。何も証拠は残っていない。緊急です。魔法帝、王都に族が侵入しました。多くの魔道士が族の魔法で操られ同士討ちを行っていると。カルナだ。それなら小僧や昔の俺が何とかする。それなら彼らに任せておこう。それより君にはするべきことがある。フレーゼ教の企みを防ぎ、最悪の事態を回避することだ。最悪の事態を回避か。厄介なことになっちまったな。どうしよう、私とんでもないこと。帰ったのか？あの、私見つけたぞ。最悪だ。この絵の魔導士さんよ、引いてもらえねえか。お前は黒の防御団長、邪魔立てする気か。したくはねえが、こっちも訳ありなんでな。話はその女を捕らえた後で聞いてやる。でっかち、怪我しても知らねえからな。今よ。うらぁ、私もやるもんでしょ。月の光にトラップしてる。もう休んでいいぜ。相手にならねえな。聞かねえよ。聞こえや。相手にならねえな。もう休んでいいぜ。月の光よ。はい、俺の子。逃がさねえ。聞かねえよ。前に行け、今よ。はい、俺の子。はい、俺の子。相手にならねえな。
気にならねえな。久しぶりだぜ。全力を出そう。はい、俺。相手にならねえな。一旦引くぞ。ヤミスケヒロ、貴様のことは報告させてもらうからな。しばらく帰れねえな。ユリウスの旦那、うまく言い訳してくれよ。これはいい。しっかり娘を守ってくれ。また表に出てきたのか。おいてめえ、何考えてる。復讐だよ。てめえを殺した貴族たちへか。ほう、少しは知っているのか。半分はそうだな。半分？もう半分は我が忠誠を裏切った王家への。私をフレーゼとしてのことか。弱小貴族の私を取り立ててくれた王に、私は絶対の忠誠を誓っていた。だが、私のこの気持ちは、身命を賭して国に尽くそうという気持ちは裏切られた。待て待て待て。国王がやらせたって言いたいのか。さてな。だがあの時のミネスの顔、知らなかったとは思えんな。今更じゃねえのか。どういう意味だ。恨めしいと思う気持ちは分かったが、あんたも死んじまってるんだぞ。今更復讐して何の意味がある。そう思っていたさ、あの時まではな。あの時、何の因果か私はこの魔道具と同化した。動くこともできず、時が過ぎるに身を任せた。しかしあの日、娘が私を見つけたのだ。私が殺される直前、私は娘を未来に逃がした。その娘は長き時を経て私を見つけた。これを典型と言わず何とする。神が与えたのだ、復讐の機会を。俺があの夜屋敷に忍び込んだからか。少し喋りすぎたな。私は寝る。あ、私またあの、どうしました。なんでもねえよ。こんなところに来てどうすんだよ。ここがどういう場所かわかるか。国中にあるゴーマ地帯の中でもとりわけ魔力が強い場所の一つだ。そうだ。王国はこういった場所のマナが暴走しないよう
それを封じる仕掛けを施し管理している。おい、まさか冗談だろ。暴走させようってのか。止まれ。ここから先許可なく立ち入ることはできない。だとよ。言われるまでもない。だがいいのか。何がだ。私一人でこの数を相手にするとなると手加減が難しいかもしれん。そこで死体の数を数えたいのか。たくしょうがねえな。誰も殺すなよ、いいか。お前の頑張り次第。久しぶりだぜ。全力を出すな。相手にならねえな。やるでは。悪いな。ふん、片付いたな。このせいで失業したらてめえに養ってもらうからな。お前ほどの腕なら傭兵にでもなればよかろう。そうかよ。これだな、マナを封印する装置は。さて、次だ。妙なことになってきやがった。そうだ、こいつらにここを守らせておくか。修繕されても困る。行くぞ。
警備がいねえ。面倒がなくていい。罠かもとか考えないのか。そう思うならどうすればいいか考えるがいい。この体が罠にかかったらどうなる。わかったよ。俺が前を歩く。そこまでだ側面。あれは確か金色のとこの。これ以上好きにはさせんぞ。クラウスさん、あの方は黒の防御団長。なぜ賊と共にいる。というかその姿元に戻ったのか。あいつらに事情を話してカルナを拘束するか。いや、こいつがおとなしく捕まるわけがない。下手に暴れないでもしたら金色の連中に何かあったらバンジャンスがうるせえだろうな。おい、あの連中は貴様の知り合いか。同僚の部下だな。私が相手をしてもいいが、勢い余って殺してしまうかもしれない。お前が負けるとか考えないわけ。その時はカルナも生きてはおれまい。いい性格してるぜ。せいぜい手加減してやれ。アミスケヒロ、師団団長といえど賊と手を結んだとあっては感化できん。おとなしく裁きを受けろ。さもなくば本気で攻撃する。クラウス先輩、ためらうな。ユド、これも騎士団の務めだ。しかし本気で来ていいぜ。スカシ君、安心して、こっちは手加減してやっから。本気ダサく見せます。ああ、火に油ですわ。聞かねえよ。失礼しますね。逃がさねえよ。来いや。久しぶりだぜ。全力を出せ。次元ごと叩き切る。久しぶりだぜ。全力を出せ。もう休んでいいぜ。守りを削いで。クソだ。クソだ。
久しぶりだぜ。全力を出そう。次元ごと叩き切る。久しぶりだぜ。全部次元ごと叩き切る。クソが守りを強い。こんなの好き。引かねえよ。引かねえよ。引かねえよ。こちらの二人は使えそうだ。何を？クラウスさん、ユノさん。もう一人は攻撃能力に一段劣る。不要だな。おい、殺すんじゃねえ。それをしたらこの場でてめえを殺すぞ。できるのか？試してみるか。まあいいだろう。小娘一人どうにもなるな。珍しく本気の顔だった。悪かったな。もう行け。あなたは本物の団長なのですか？なぜ族と一緒にいるのです？訳ありで詳しくは言えねえが、このことはユリウスの旦那も知ってる。魔法帝も？そうですか。でもクラウスさんとユノさんが。うちの小僧にアスタに知らせろ。あいつの力で魅了の効果は打ち消せる。はい。あと、悪いが俺のことはしばらく内緒にしてくれ。おいてめえ、これどういうこと？おいてめえ、これどういうこと？この二人には他の場所のマナ封印装置を破壊してもらった。俺の見てねえとこでやることやってたのかよ。貴様、魔法騎士団。なぜここにいる？魔法騎士団は敵。今ここで引導を渡してやる。行く。魔法騎士団殺す。
る気満々かよ。敵の敵は味方というやつだ。目的がたまたま一致した。それでも王国民かよ。死人は王国民。まだこれから。これは何の騒ぎかな、フレーゼ卿。私の連れとお主の友人のソリが合わんらしい。そうか、私の友が失礼した。それにしても黒の防御団長、君がフレーゼ卿の連れとは何とも面白いことになっているね。てめえの髪型ほど面白くねえよ。フレーゼ卿、間もなく日暮れだ。我々は動く。うん、私もここの封印装置を破壊したらお主らを追う。どうしよう、頼んだよ。行こうか、ベッド、ファナ。さて、最後の仕込みだ。待て。ほう、カルナを殺す覚悟ができたのか。てめえを止めるならもう今しかねえ。私が何をしようとしているのかわかるのか。今夜連中が王都を攻撃する。てめえはその混乱の中王都に侵入し、皆既月食で姿を現す赤い月の魔力と暴走したゴーマ地帯の魔力を合わせて王都を破壊するつもりだ。見てきたように言うのだな。見てきたさ。時は来た。俺はまた助けられねえのか。どうした、やらんのか。どうしてこんな。どうして止めてくれないんですか。約束してくれたじゃないですか。なのにどうして。せっかくの機会を無駄にしたな。まだ生きていたのか、黒の防御団長。この王国のありさまは何だ。フレーゼ卿の働きで我らの悲願は成就した。
そのフレーゼ卿はどうした？用が済めば他の王国民と同じだよ。等しく我らに裁かれたさ。そうかよ。何笑ってやる。だっておかしいじゃないか。この景色を見たまえ。この全てが終わった景色が私と君はようやく分かり合った。意味わかんねえよ。かつて君たちに仲間を奪われた。今我らに仲間を奪われた。今になって君と私は同じ気持ちを共有しているだろう。だからどうだったかよ。今さらお友達になりましょうってか。いいや、今こそ最後の決着にふさわしい。だったら望み通りにしてやるよ。相手にならねえな。もう遅い。私を倒したところで君が守るべき王国はすでにない。時計の針は巻き戻らない。君も私と同じ苦しみを抱えていくといい。ああ、みんな終わったよ。今会いに行く。満足そうな顔して生きやがって。だがあいにくだったな。てめえは知らなかったみてえだが、時計の針は巻き戻せるんだよ。させねえよ。さあ、舞台は整った。あとは。彼だ！また貴様か。奴らの誘いには乗らなかったようだな。いいだろう。最後に別れくらい言わせてやる。愚かだな、カルナ。時は来た。なんだこれは。ゴマ地帯のマナを集めているのか。なんて魔力だ。さあ滅びるがいい。私を裏切った愚か者たちよ。させねえよ。術式が総裁された。私の首飾りがもう一つだと。うっ、よっ、ご無沙汰。こいつのマナは。あなたは。ああ、細けい説明後回しだ。見ろ。マナが落ち着いていく。ここまでか。
残念ながら失敗だな。だが忘れるな、我々はクローバー王国を許さない。貴様らを滅ぼすその時まで。まだ赤い月は消えていない。あなたれ、カルナは何て言ってた。俺に殺してくれって。できるか。できるわけないだろ。やらなきゃカルナの親父がみんなを殺す。カルナの体を使ってな。カルナはてめえの仲間だろ。そんなひでえことさせていいのか。させるわけにはいかねえな。言われなくてもみんなそのつもりだ。久しぶりだぜ。全力を出すぞ。闇まとい、クロバ。まだ戦える。行け。おら、行ける。逃がさねえ。引かねえよ。久しぶりだぜ。全力を出せ。逃げ叩き切る。はい、俺の勝ち。限界か、小僧ども。まだだ。諦めないのが俺の魔法だ。今ここで限界を超えるんだ。おい、貴族たちよ。サバラの過去を思い知るなよ。サバラの嫉妬だ。貴様らの悪霊だ。私のような化け物は犬。俺は貴様たちが招いたことなんだ。うるせえバカ野郎。そんなお前から王国を守るのが俺たち魔法騎士団だ。ハルを巻き込みやがって。絶対に許さねえぞクソヤジ。人間ごと叩き切る。闇まとい、クロバ。聞かねえよ。
久しぶりだぜ。全力を出せ。機嫌を正しく。行かねえよ。行かねえよ。久しぶりだぜ。全力を出すな。行け、小僧ども。お前なら使えるだろう。同じ俺なんだからな。同じ俺。そうか。風創生魔法、風神の村雨。水創生魔法、海流の水まり。闇まとい無明義。よ、私どうして。こいつでちょっとな。んで悪いんだが、お前の首飾り渡してもらえるか。そうですね、こんなものない方がいい。いや、それは必要なんだよ。え？お前と一緒にこっちに来た俺が14年前に帰れなくなっちまう。え？嘘、あなた闇なの？代わりにこっちを持っていけ。もう魔力が尽きてただの首飾りだが。元の時代に帰りてんじゃねえのか。いいのよ、帰っても何もないもの。そっか。じゃあ私行くね。ああ。あ。なんだ。そのいろいろありがとう。行かねえのか。ねえヤミ、私と一緒に来てくれない？やだ。どうしてよ。いや、
年下はちょっと。いで。ねえヤミ、あなた好きな子とかいないの？あ？なんだよいきなり。その私とかどう？いや、年上はちょっと。年上でも年下でもダメとかどうすればいいのよ、バカヤミ。ありがとう。カルナが生きていることをガキの俺に伝えることはできない。それはカルナを助けるために必要なことだったからだ。あいつを死なせたと思って建てた墓にあの首飾りを埋めたことも、その後もっと強くなるために修行の旅に戻ったことも、バカばっかりだが新しい仲間を見つけたことも、14年前に味わった苦い思いが今日という日につながっている。だから。闇団長！ん？元気でやれよ。Thank you.
月が欠け始めたな。100年ぶりの皆既月食か。この区画の避難もあらかた終わったな。ミモザ、そっちはどうだ。クラウスさん、迷子を見つけました。何？この子です。どこかで見たような。いや、今はどうでもいいことだな。腹減った。不憫な。親とはぐれたのか。だが、もう心配はいらないぞ。我々が守ってやるからな。何か食べ物を。避難所に行けば炊き出しもありますわ。もうちょっとの辛抱です。炊き出し。のんきなものだ。貴様、白夜の魔眼。どこかで会ったのならば、よほど運が良かったのだろう。我と出会ってまだ生きているのだからな。腹減ったぞ。待っていろ少女よ。今こいつを片付ける。そうしたら一緒に避難所まで行きましょう。虫けらど、笑えん冗談だ。この我を片付けるだと。おいお前、今すぐそこをどけ。少女よ、下がれ。私は腹が減っている。このチャーミンの食事を阻む者、誰であろうと許さん。何という魔力だ。この少女一体。退屈な人間、楽しめそうではないか。少女、動けまい。助かる。イノシロスラーマー。敵陣を分断する。どこだ。やるでは。やるでは。
観念したのか。勘違いするなよ、虫けら。我の目的は、この場に一人でも多く貴様らを足止めすること。どういうことだ。すぐわかる。待て、クラウスさん、今は敵よりも。そうだな、少女よ、驚いたぞその魔力。私ももっと精進せねばな。何のこれしき。それよりご飯を早く。そうだったな、ミモザ、行くぞ。はい。結局チャーミーが黒の防御の一員だと気づかれることはなかった。よっしゃ、この辺りにはもう誰も残ってねえ。次行くぞ、フィネル。じゃあ、少し休ませて。情けないわね、ちゃんとしなさい。早く終わらせて、マリーのとこに行きてんだよ。ああ、ほら、チャーミーがまだ戻ってないし、置いていくわけにはいかないでしょ。デコスケなんざどうでもいい。早くしろ、殺すぞ。ねえ、何か近づいてくるよ。チャーミーが戻ってきたんじゃないの。違う、これは楽しくなりそう。おい、てめえどこ行くんだ。ようやく復讐できる。見つけた。そのローブ、魔法騎士団。ブラック、てめえ一人で勝手に。なんだこいつは。いいよね、戦っても。むしろあっちがやる気満々じゃねえか。リヒトの邪魔はさせない。みんな、サラマンダーの攻撃力には注意よ。俺の炎魔法とどっちが熱いか勝負だよ。これ熱苦しいんだよ。ここは通さない。俺を見る、ミラーズブリゲイド。命で償え。消えない。時間だ。もっとやろうよ。ラック、追っちゃダメよ。あの女、時間だって言ってたな。くそ、何が始まるってんだ。終わった。てめえ、少しは戦いやがれ。いやいやいや、無理無理。本当に情けないわね。ねえ見て、月が。もうすぐ全部見えなくなる。100年ぶりの皆既月食よ。